玄関共済教格、ハルマチリックです。本日はですね、ポケポケやっていきたいと思います。記念すべき第1回は、フリーザー EX ですね。このね、フリーザー EX 玄関共でも最も強いとされていて、まあその強さの理由がね、もちろんね、このフリーザー EX 単体の強さ。まあ純粋にね、やっぱ EX ポケモンってことでパワーがあって、かつね、この吹雪が安定打点、威力80で、まあベンチポケモンにもダメージ与えつつ、まあかつね、このエネルギーのトラッシュとか反動もないので、まあ特にね、リスクもなく連打していきやすい点が強力。このね、フリーザーが強いとされている理由が、もちろんね、このフリーザーの単体性能の高さ、まあ、こちらもあるんですけど、まあ、このね霞が非常に強力で、まあ、このねサポートカードなんですけど、コイントスを裏が出るまでし続けて、表出た回数だけこの自分のね水ポケモンに対して水エネをつけていけるということで、まあ、ちょっとね運要素も絡むんですけど、上振れたらねこの一気にエネルギーをつけて、まあ、しっかりね吹雪でどんどん殴っていけるということでね、このフリーザーデッキの強さ何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。さあやっていきましょう。高校ということで、ちょカモネギとか欲しいが、あフリーザーか、これちょ、霞、トップから霞引いてくんないかな強欲すぎますか。ちょ、フリーザーは2体出ししちゃいましょう、もう。まあでも、ドロソもあるし、傷薬で粘れるし、まあそんな悪くもないんじゃないかな。あとは、トップから霞を引けば全て解決。あ、ピカ様はちょっとまずい。ピカ様、ピカ様じゃん、相手。まあ、ただ、エネはこっちが先につけれるから、まあ本当に霞引けるか大事だな。あ、相手も回ってますね。いや、これ、レアコイルいるとまずいな。レアコイル、エネつけれるから次のターンもう撃たれちゃうんだよね。エレキサークル。なんかしら、夏目でもいいから引いたら、まあまあ耐えてるか。とりあえず、博士使って。もう一博士。あ、夏目来た。まあでもエネつけてからじゃないと結局だから、とりあえずフリーザーにエネつけてこのターン終わりかな。そうだね。いやー、ちょっと霞とか欲しいな。レアコイル進化できる？レアコイル引かれてたらちょっとまずいんだけど。レッドカードは、まあまあまあいいわ。まあいいわ。モンボ。ああ、霞オッケーオッケー。むしろありがたい。このレッドカード。よし。ピカチュウにワンキルはされないから、ここはもうフリーザーに霞使っちゃいましょう。はい。はい、終わり。はい、おもんない。はい、おもんない。エネつけて、モンボ使って、まあ一応ゼニ出す？ウミガメ出すか。出しとくか。で、アイスウィングで。いやー、ちょ、厳しいなー。いやー、今一回でも表出してくれてたらな。一回でも表出してくれてたらね、吹雪で。これ、ね、別にまあ、吹雪、このターン打てないの、その、ああ、入れ替えか。いや、これはゼニガメ切っちゃっていいかな。ゼニガメ切って、フリーザー再展開して、吹雪でピカチュウ倒せばそんな悪くなさそう。この夏目むしろありがたい説あるな。どうすんだろう。あ、オッケー。しかも突破してくる。これ残される方が若干嫌だったから、全然いいな。オッケーオッケー。しかもこれ種ポケモン、あのベンチのポケモンも減ったら、エレキボール、エレキボールだっけ名前、エレキサークルかエレキサークルのダメージも減るから、これは全然いいんじゃないかな。あ、研究も引いた、いいじゃん。研究出して、うーん、あ、夏目アギギシリまでちょっと出しちゃおうかな。水エネつけて、とりあえずピカチュウ処理しちゃいましょう。吹雪でピカチュウ倒して、で、まぁ、一回ハゲギシリかましたりすんのもありかも。あ、ちょっと逃げる結局でかいからな。ピカチュウが次のターン動けるかどうかだよね。その、レアコイルに進化してエネルギー持ってこられるとか、二枚付けとかされてピカチュウにいきなりこのターン殴られたりしたらちょっと引かなきゃいけないかもね、ハゲギシリに。サンダー来たね。え、でもベンチ育てる感じ？え、それでも間に合わなくない？とりあえずモンボ使って、相手どうしようもないと思うんだけどな。一応じゃあ、ハギギシリにエネをつけとこうか。お手軽にダメージ出せる。ハギギシリだったらまだやられても大丈夫なんで、ここは吹雪で。サポートは、まあ、つかなくていいんで、このままでいいでしょう。吹雪。これ相手、サンダー出して粘る感じか、相手。ああ、でもそれだったら夏目で切り返せるから、これは勝ってるんじゃないかな。モンボー。そうだ、負け筋ないと思うんだけどな。もう一体サンダーみたいな HP。ああ、ピカチュウ。これはあれだな。EX じゃないから、もう EX2 枚出してるから。このピカチュウなら大丈夫で、これ勝ってるんじゃないかな。スピーダー。あ、なるほどね。ピカチュウ逃がしてサンダー出す感じか。ただこれは、これはこっち今回夏目握ってるから勝ちですね。夏目でこの相手の HP の高いサンダーを流して、裏のね、吹雪圏内に入っているポケモンしかいないんで、そしたら裏から出てきたポケモンを倒せるんで、これは詰め切れているでしょう。
よしよしよし、綺麗にいけてる。いいですよ。でここはいいな、夏目こういう爪筋に使いの強いですね。夏目切って、さあさあさあどうする、高3じゃないか、ここで高3できないのかな、ちょっとわかんないけど、あ、オッケーオッケー、俺降参ということで、対戦ありがとうございました。フリーザーマジで強い、素晴らしい。さあ対戦やっていきましょう。また高校か、オッケーオッケー、まあ、またあーオッケーオッケー、もうフリーザーか。これ最初種ポケモン引けなかったらどうなんだろう、相手がプラ1引くみたいな感じなのかな。オッケー、初手フリーザー、これちょっと霞でも引けたら嬉しいな。そしたらもうね、ここ1ターン目上振れ引いたら吹雪打てるみたいな最強ムーブかましたいけど、どうだろう。お、結構出すね。サンド、おいおい大丈夫か、サンドで、おい大丈夫か。ちょ、霞引きたい、霞引きたい、霞が欲しい、霞霞来てくれ。ちょ、ここはこれ絶対にね、使う順番、モンボを先に打って種ポケをね、この種ポケも手札に加えてデッキ圧縮して、で大キロ使っ、あ、でもつか、でも大キロ使ったらあれや、大キロ使ったら霞使えないや。初心者です、よろしくお願いします気づけた、先に気づけた。どっちしろ霞引けたら嬉しいけど、ああ、引けない。じゃあ一旦ゼニガメは出しちゃおうかな。次のターン進化できる可能性とかもあるんで。ゼニガメまで出して、まあ水へね、1個つけて。で、いっかな。まあ、そもそも霞引けなかったからあんま関係ないし。まあ劣化は使わなくていいと思うから。ギギシリまで出すかどうかだけど。まあ一旦いいか。まあ全然いいでしょう。相手はどうする？サンド育ててくんのかな？お、育ててくる。ひっかくくるか。進化されるとちょっとめんどくさいけど。そうね。かすみ、あ、引かない。あ、じゃあ、コダック出すか、ゴルダック引けたから。まあ、アイスウィングでしばいて、で、悪くないでしょう。これで40ダメでいって、まあ、これで最悪進化されても、まあ、ちょっと70ダメ、サンドパン、確か70だから、70ダメもらうのはめんどくさいんだけど、まあ、吹雪も打てるし、そんな悪くないかな。進化しそう。あ、そうだよね。まあまあ。これ70もらったら、裏の圏内はでも言うて入らんか。あ、そうだね。裏の圏内入んないから。まあ別に大丈夫か。お、カメル来た。よし。後ろにモスノじゃなくて、カメル進化して、で、フリーザエネつけて、ゴルダックもまあ進化しちゃうか。ギギシラまだいいや。よし、じゃあ吹雪、打っちゃいましょう。これでサンドパンも突破して、裏にも10ダメずつ、これでね、ハギギシリのね、攻撃も70ダメ通るようになるから、このフリーザープラスハギギシリ並び強いよな。ハギギシリがあとさ、この普通に種ポケモンで HP90 あるのも普通にめっちゃ強いよな。かなり使いやすいと思う。鳴き声。でも鳴き声打たれても別に落とせるからな、吹雪で。20でしょ、60だから落とせるから。全然関係ない。あ、フリーザ2体目来た。あ、一旦ハギギシリ出そうかな、じゃあ。で、カメール。にエネつけてカメックスに進化しちゃいましょう。でもほぼ勝てそうだけどな。よし、じゃあ吹雪行くぜ。あ、これベンチへのダメージも減ったりするのかな。あ、ベンチへのも減るのか。あ、まあまあ、でもどうせ80入るから倒せると思うけどな。いや強い。フリーザで吹雪連打してたら勝てるゲームです。あ、降参した。はい、対戦果たした。はい、フリーザー最強。まあ、ちょっと相手が回ってなかったのもありましたけど、さあ対戦していきましょう。オッケー、また高校。なんかどっちかというと俺高校の方が好きなんだけどね。まあ、先行はなんかこう、進化でガンガンやっていくみたいなやつだと強そうだけど。あ、これどうしようかな。フリーザー裏から展開するか、今回。あー、悩むな。こうしようかな。で、まぁ、ちょっと霞を引きに行きつつ、序盤はちょっとゴルダックで頑張ろっか。よし、これでいこう。ミニ竜。なるほど。でもこれ、ゴルダックのアクアエッジで倒せるから、やっぱ初手、このコダックから入った動きは間違いじゃなかった気がする。モンボー。相手、海流デッキか、これ。はい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 。ニャース。ペルシア何してくんだろう。ペルシアまだ見たことないな。お、霞来た。え、マジで。え、ちょっと一回使うか。一回使うか。一回、霞撃って、これちょっと、お、上振れたら、あー、さよなら。さよなら、お疲れ様でした。まあ、ちょ、このね、この上振れするかどうかはあるからね。これレッドカードで流します。レッドカードで流して、で、コダックで、頭痛を打って、まあ、削りつつ、まあ、このね、相手に、このサポートを使わせないということで。結構これ、高校1段目の動きとして強そうだよね。相手の展開阻止しつつみたいな。どうすんだろう。相手、あ、モンスターボール。
海流デッキっぽいけど、海流ね、上振れたら、コイン4回投げて確か1回表ごとに50ダメだから、サンダーと同じかな、多分。あいつも上振れたら強いよね。めっちゃミニール出してくんじゃん。あー、逃げられた。まあでもこれは別にいいかな。猫に小判何どういう効果。あー、ワンドローか、強いな、ニャース。こいつも序盤の動きとしてめっちゃ強そう。まあでもここはゴルダックで処理できるから、そんなに悪くもなくて。進化しちゃおう。進化して、で、大木戸も使って、雪はみ、あ、カモネギ。じゃあ、ハギギシルまで出しちゃおうか。で、ゴルダックにエネつけて、アクアエイジ。これでニャースは処理ナイス。相手、このゴルダックの処理結構きついと思うんだけどな。80ダメ与えるのが、いけるんかな？どうすんだろうね。80ダメ。削れなきゃだってこっちはアクアエッジで倒せるから。あ、まあ、進化で逃げるとかはあるか。進化で、HP 増やして。ああ、そうね。まあ、でもそしたらその分エレの枚数が増えるから。どっちにしろ悪くないな。あ、夏目！なるほど。ま、これはハギギシリだな。ハギギシリ出して、ハギギシリにエネつけて逃げてもう一回ゴルダック出しでいい気がする。あ、夏目確かにこういう時間稼ぎにも使えていいですね。あ、モンスターボール。じゃあ一旦使っちゃいましょう。使い毒。使い毒。フリーザー。2体目は出さんでもいいな。ここはハギギシリにつけて、ゴルダック出していきましょう。いけ、アクアエッジ。おい、おい、あい強い。あい強い。相手、カイリュウさえ引けなかったらな、だいぶ勝ってるんだけど。言うてこれ、威力80か。あー、手札戻されたけど別にいいや、それは全然。あ、またカモネギ帰ってきた。モスの。はいはいはい。ゼニガメね。とりあえずモンボ使って、ハギギシリ。じゃあまあこれは、ただ尻尾で叩くでちょっとね、角竜に倒されちゃうんだよな、ゴルダックが。このターン逆に倒さないとかの方がいいんかな。逆に倒さない方が正解だったりする？まあでも海竜引かれるリスクはあるんだよな。これで盤面ロックしちゃった方がいいかな。あ、オッケーオッケー。はい、対戦果たした。相手もそれに気づいてかな。オッケーオッケー。これはゴルダックが暴れましたね。チャンネル登録、高評価よろしく。やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は先行、まあ、フリーザーから入って、はい、じゃあモンボル圧縮したらワンチャン、まあワンチャン、なんだっけ、霞引けたら嬉しいな。オッケーオッケー。タイプ相性も有利。じゃあここはハギギシ、あ、いいじゃないですか。モンボで圧縮して、ちょっとなるべく霞を引いてほしい。あ、もう一モンボ、モンボ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 、あ、カモネギ、こんにちは。ハギギシリは出しちゃおうかな。ちょっとネットカードで返されてもめんどくさいんで、ゼニガメ、まあ出すか。ちょっと今回はカモネギいらないんで、一旦これでいいかな。傷薬もあるし、フリーザーの場持ちも良さそうだから、悪くないんじゃないかな。太陽どんな感じだっけ、怖い。あ、これ強いな。70ダメすぐ出せんの。お、あれ使った？あ、裏出たんかな。あ、そう、これベンチにいないと使えないんだ、これ。なるほど。ファイヤー初めて見たけど。お、これレッドカードぶち刺さるじゃん。わーい。じゃあねー。これでかくて。ただちょっとこっちもまだ殴れない。ちょっと相手も種ポケ引きそうだからね。あー、リザか。早めにファイヤー処理できるかどうかですね。相手は結構回ってそう。博士の研究。あー。このね、ファイヤーでしっかり人影、なんていうか、リザードンを育てられてるのは、相手いい動きですね。ただ、フリーザーで多分2ターンで倒せるから、そもそも裏を引け。そもそも裏を引け。裏を引いてくれ。あ、持て。あ、まあ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 。だいぶ強いけどな、それ。お、フリーザー第2陣。じゃあ、ここは、フリーザーにエネつけて、ちょっとこれフリーザーでいこうかも。これさ、人影しばいちゃうのめっちゃ良さそうじゃない？夏目使って。行くか。人影しばいて、ファイヤーも2角取れるから、アイスウィング吹雪で。こっちで倒すルートがいいか。夏目使って人影倒しちゃうのがいいか。うわ、めっちゃどっちもありだな。60プラス90だから、ハギギシリの圏内は入るか。夏目使っちゃおうかな。夏目使って、で、アイスウィングで。どこかで処理しちゃいましょう。あ、ちょっとエネもついてるからね。リザに3突されなかったら多分勝てると思うんだよな、この試合。うん。
これで相手のリザ展開は防げた。いいんじゃないですか。多分もうね、今からリザードン育ちきんないから、まあ、これは結構いい展開じゃない？ドロソは持っているが、なかなか火力出すまでにもうちょっと時間かかると思うんだよね、相手。あ、人影また帰ってきた。お帰り人影。あ、あれ、相手、レッカの前。あ、マジ？え、それもだいぶ勝ってそうだけどな。ここはなんか殴られなかったら多分勝ちそうだから、これはいけそうじゃない？どう？さっきお前めっちゃ表出すな。あー、でもまあ、裏裏か。これ平等ということで。一応研究使っといて、進化いけんじゃん。進化をして、まあ、吹雪打ちますか、じゃあ。満を持して吹雪。いけー！うぃー。強い。あれ威力 80？ あー、そか、ファイア電気弱点か、お前。危な。計算見せてた。じゃあやめて。ちょっと変化球弱点。変化球弱点やめてください。君はさ、別にさ、水もちゃんと弱点だからさ。それやめよ。偽装やめよ。あー、なるほどね。これは、逃げね1のハギギシリ出しとけばいいな。劣化の前。めっちゃ舞うじゃん。もう、ファイア倒されたら負けだけどね。あ、かわいそう。裏すぎる。あまりにも裏すぎる。オッケーオッケー。じゃあ、ここは、ハギギシリに N つけて、逃げて、フリーザー出して勝ちでしょう。ファイア EX だよな、こいつ。EX だもんね。うん。ここは、吹雪で、おっと、まあ、いいでしょ、勝ちだから。チェーンになっちゃうんでね。吹雪で、ファイア倒して、2点取って、はい、勝ち、ナイス、オッケー。いや、マジでフリーザー強いわ。展開が安定しやすいね、やっぱね。うん。反対でやっぱ完結してるから。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このフリーザーデッキの強さを見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。やっぱこのね、フリーザーの単体性能の高さ。で、このね、霞によってエネルギーをね、この加速してどんどんつけていって、まあ、早い段階でね、吹雪とか強力な技を打っていける点。で、さらにね、このフリーザーで吹雪打った後に、このハギギシリとのシナジーも高いということで、いや、非常にね、デッキ全体でね、使いやすくて強い構築だなと思いました。で、こんな感じでね、今後もね、ポケポケのね、強いデッキ、面白いデッキなどなどね、紹介していけたらと思っているので、まあ、ぜひね、チャンネル登録、高評価していただけたら非常に励みになるので嬉しいなと思います。あとね、この概要欄にね、ID も載せておくので、まあ、よかったらね、フレンド申請もしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。